社会人野球 JR 東日本東北、宮城の藤井正治監督、55が退任し、新監督に駒台の前監督西村良司、43が就任することが1日、分かった。現役時代は主に保守で、引退後は同社のコーチを務めていた。12年に母校の駒台監督に就任後は14年秋に出ない今長を養子一部優勝。 その後の明治神宮大会を制すも翌週に二部降格。16年は秋に人気満了で退任していた。2年連続で逃がしている都市対抗出場に照準を合わせ、巻き返す。